UN ウ民ミン日本事務所のツイッターが炎上しています。UN ウ民ミン日本事務所、えー、国連女性機関といっても訳していいのかなと思うんですけれど、そこの日本事務所の、えー、ツイッターアカウントの、まあ、ツイートの内容です。こちらがですね、まあ、結構 ま、炎上しているというような状態になっておりまして、まあ、今回はね、その紹介をしようというものでございます。意味不明のね、ちょっとベン図を言っていいんじゃないかなと思います。はい、人々とですね、あの、はい、皆、えー、が平等な権利と機会を持つべきだという考え、そしてその真ん中にあるのが、まあ、フェミニストというところでですね、まあ、これがですね、それなりに炎上していて、あの、まあ、コミュニティノートもね、あの、ついているわけで、えー、あります。 はい。で、まぁ、あ、ちょっと数字の方を見てみるとですね、はい、320万を超える、まあ、表示で、はい、718件リツイート、そしてそれ以上のですね、その4倍ぐらいのですね、引用リツイートにまなっているわけであります。はい。 はい。いいねは700件ぐらいというわけですね。はい。まあ、左のね、円をまあ見てみるとですね、まあ、人々と、まあ、フェミニストがまあ分かれているわけなんですけれど、ちょっとね、右の円を見るとですね、その右の円の中にいる人が皆が平等な権利と機会を持つべきだという考え、という、まあ、まあ、そういう考えを持ってるものと言っていいのかな。で、それが、あ人々、 とまあ、被っているわけでですね左の円にね注目すると人々からフェミニストを除くとですね、えー、フェミニスト以外の人々はですね、えー、みなが平等な権利と機会を持つべきだという考えを持っていない人々と,ということになるのかなということでですねちょっとなんかおかしいなと思うところでもありますし、えー、あるいはですね、えー、この国連女性機関の日本事務所は ね、人々以外のところとですね、例えば宇宙人のような方々と、まあ、更新をしているのかとかね、えー、想像力をかき立てられるようなところでもありますが、UN ウィ e ン日本の Twitter、まあ、アカウントがですね、まあ、結構炎上していると、意味不明のベンだったわけですね。で、この UN ウィ e ン日本事務所はですね、まあ、かつてですね、えー、炎上、 以前もしております。で、それは何かというと、まあ、月曜日のタワーはという漫画ですね。まあ、これはね、あの、胸の大きな女性でですね、まあ、しかも、まあ、内容的には未成年になるのかな、えー、というところで、まあ、いろいろとですね、まあ、それに関する意見は、まあ、自由にね、えー、発されていいと思うんですけれど、まあ、ある時にですね、この月曜日のタワーが日経新聞にね、あの、広告を出した ということがあってですね、その広告に対してこの UN ウィミン日本事務所がですね、まあイチャモンをつけたということがまあ,あってですね、それで結構炎上したということがまあ,あります。ということで、まあある意味ね、あの、それに引き続くような炎上と言っていいんじゃないかなという気はします。で、 このね、UN 移民日本事務所というのはですね、どの国もそうだと思うんですけど、日本はね、あの、いろいろな国際機関に拠出金という形で、えー、まあ、税金から出しているわけですね。えー、ということで、まあ、おそらくこのね、の UN 移民の日本事務所にもですね、まあ、ある程度の税金は行っていると思われます。はい。 国際機関への拒出金等に対する評価シートというのがあったので、こちらを紹介したいと思います。まあ、おそらく外務省が まあ、知ってるのかなと思うんですけれど、はい。挙出金等の名称ということで、まあ、ジェンダー平等、云々ということで、挙出先の名称が国連女性機関、UN ウィミンなんですけれど、まあ、当然ね、あの、この日本事務所にもある程度のお金は行ってると考えていいのではないでしょうかということで、まあ、ある意味ね、あの、当然、税金で、まあ、運営されているわけなので、まあ、国民がね、あの、ここに関してですね、え、いろいろと意見言,言うのは、まあ、当然、 とと考えていいいは思いますとこのおそらくですね、この UN 移民日本事務所もですね、外務省の天下り先と言っていいんではないかなとは思います。まあ何をもってね、天下りというと、まあちょっと難しいところではありますけれど、まあとにかくね、あの今回の、えー、ツイッター上での、まあ正確には X なんでしょうけれど、まあ、ツイッター上でのね、まあ、炎上劇から、はい、ここ,こ,このね、存在、 えー、ここの組織のね、存在意義のようなものもですね、まあ、ちょっと考えさせられる、え、機会でもありました。えー、皆さんのね、あの、ご意見など、まあ,ありましたら、また教えていただければと思います。